吉田さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。お忙しい中ね、東京に来てくださったんですけども、まあお会いできなくてすいません、残念でございました。でもですね、吉田さん先月会ったばっかりですからね、なんかもったいないなって気があまりしなかったのは気のせいでしょうか。で、またね、我が家の方にも寄っていただきたいなと思います。で、今回そのリカちゃんと、で小野沢さんと昨日3人でねお会いして、話してたんですけども、そうですね、まあ、悪いことではないと思うんですよ。自分の思った通りに多分生きてると思うんで、で自分のそんなに大事じゃないと思ってることを実現してないだけなんで、まあ、リカちゃんもね、まあなんかそれなりに楽しく生きてるんじゃないかなと思いますよね。で小野沢さんもちょっと呆れてたところがありましたけども、やっぱりね、こうここ1年とか2年とか、まあ、昨日は5、6年を振り返ってみたんですけども、本当いなくなるよねって話したんですよ。いいことも悪いこともあるけども、いい時だけ生き残る人は誰でも生き残れるんですけども、やっぱりね、状況が苦しい時だからこそ自分の進化を発揮するっていうところに立ち返れる人はあまりいなくって、やっぱりその相場と同じで上がったり下がったりなんですね、人生は。で、下がった時にどう踏みとどまるかってことだと思うんですよ。下がった時に自分から崩壊してしまったりね、やめてしまったりね。で、そのね、なんか落ちた時に結局周りの人はほーら見ろって言うんですよ。だからそういうことに耳を貸しちゃダメですよね。うまくいってる時は今にダメになるよって言われるんですよ。結局足引っ張る人ばっかりなんで、そういう人はもう完全無視ですよね。で、うまくいってる人同士で関わると、やっぱお互いに励まし合うことしかなかったり、やっぱ讃え合うことしかないんでね、やっぱりこう落ちることがないんですよね。そういう意味では小野沢さんみたいな存在とかね、中村トレーダーみたいな存在っていうのは、私がこの最初に六本木ヒルズ来て、インターネットとか情報の発信の世界に入った時から、本当お互い、こう言ったら悪いですけど、お互いもうペーペーだった時から同期生みたいな感じでね、で数年経ってお互いにまだ生き残っていて、気がついたらとてつもないところにいたなと私は思うんですよね。自分の人生もそんなに美化するつもりはないんですけども、よくこの人生にたどり着いたなと、麻雀屋の親父がっていつも思いますよ。で、変な話ですけども、今この暮らしがいきなり失われても全く後悔ないですよね。ここまでの数年間、とっても素晴らしい凝縮した時間と、そしてね、まあ、富といったらまた大したことはないんですけども、まあ、金銭的にもそんなに負担がなかったというね、まあ、そういう時期をいただいて、本当に桃源郷に来たような気持ちがします。これでなんかね、人生のツケが来て、この後ずっと底辺でも全くね、後悔がないですよね。要するに、ここまで来ても失うことが全然怖くないわけなんですよ。物がない時も失うものがなかったけども、今みたいになっても、この暮らしが明日壊れても、今までいい思いしたから全然いいですよ、みたいな感じなんですよね。そう考えると、これからもね、新しいことにどん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 チャレンジしていけるなっていう意欲が出てくるんですけども、なぜかね、失うものがない人とか、大した挑戦したことがない人って、失うのを怖がっちゃったりするんですよ。不思議なもんですよね。で、継続もできないと。で、継続できないから何ができるんですかって言ったら、なんかできるのかなと思っちゃいますよね。もちろん何もできなくても人っていうのは生きる価値があると思うんですけども、少なくとも自分が望んでる人生は手に入んないんではないかなと思うんですよね。まあそんな感じで今日はメッセージをお送りしました。で、最後になりますけども、昨日ね、みんなで集まろうみたいな話になってたんですけども、なかなかタイミングが合わなくて申し訳ありませんでした。でもね、土屋さんのまたグループで集まれる時もあるし、あとは今度はね、こういう企画もやってるんですよ。なんかそのヒルズ塾で儲からなかった人を儲けさせようみたいなプロジェクト、これ面白くないですかね。月収50万以下の人を100万以上にしますよみたいなプロジェクトで人を集めるみたいなねでもそこはね、そのヒルズ塾っていうか土屋塾っていうか、その中で実績を出した人だけが講師をやればむちゃくちゃいいと思うんですよ。こういうのもね、なんかうまくいった人同士で集まり合うとアイデアが出るもんですね。というお土産を残しながら、小野沢さんはヨーロッパへ旅立っていたということでございます。まあ、抜け目なく小野沢さんね、また対談動画撮るわけですよ。どうなるんでしょうかみたいな感じがしますけどね、あの動画は。はい、それでは、次の動画に移りましょうかね。では失礼します。